るんですけど、あの身内以外誰もいないので動画を撮ってます。今日はですね、なんと宝塚観劇に行ってきたいと思います。やっとこの日になりました。もう待ち望んでた宝塚観劇なんですけども、今日は8月の29でなんと日本滞在最終日でございます。最終日に宝塚っていうね、なんとも贅沢な日を過ごすわけなんですけども、実はね、あの8月の中旬ぐらいにも月組さんのね公演をチケット取ってたんですよ。でもそれが中止になっちまってめっちゃ悲しくって、まあ、でもね今日はあの空組さんということで、まあ、大本命の私のお友達のゆめかずさやかちゃんとか推しの真風すずほさんが出てるので、こっちはなくならなくてよかったって思ってるんですけど、この夏最初で最後の観劇に行ってきたいと思います。でその後にもう明日の夕方ぐらいに日本を出国するんですけども、PCR 検査とかねしとかなきゃならないので、なのでもう今日の夜には、飛行機で成田に向かいます。で成田で一泊してっていうプランなので、もう今お家を出てきてね、最後にみーちゃんとか父とかね祖母とかにバイバイってしてきました。こんなプラン初めてなので、ちょっといろいろ思うこともあるんですけど、でもね今日は楽しんでいきたいと思います。宝塚に着いた。やった、もうワクワクする。見てー、ワクワクする。嬉しい、嬉しい。はやーん、花の道。ここを歩いてるともうなんか宝塚来たって感じする。宝塚ホテルやって、もう楽しみすぎる。ワクワク、ワクワクって感じ。もうなんか宝塚駅着いた瞬間めっちゃもう宝塚のなんかポスターとかいっぱいあって、なんなら阪急からあるけど、もう嬉しすぎる。めっちゃ嬉しい。わーい、見えたけど、見えてきた。ここにいつか泊まりたいな。あれ、だよー、撮る。あれあれ、かっこいい。客席に入りました。もうね、めっちゃいい席で、もう嬉しすぎる。そこに届きそう。で、さやかちゃんのね出番表も今からしっかり見て勉強します。あのね、私もうこの後成田に行くから荷物全部送ってあるんですけど、さらにキャッテルデーブで DVD2本、2本っていうの2枚買ってしまいました。入るかな。じゃあ楽しんでいきたいと思います。嬉しい、楽しいです。はい、ということで宝塚を見終えました。もうめっちゃ感動した。あの私のお友達の夢風さやかちゃんがめっちゃあのたくさん出てて、あの超見える位置だったんですよ、席的に。そこを選んでくれたのかわかんないんですけど、めっちゃ活躍してて嬉しかったし、もう真風さんかっこよすぎました。もうめっちゃ感動して、途中からずっとうるうるしてた。もうなんか幸せすぎた、本当に。なんかあのハイ&ローの方は私その原作っていうか全然知らなかったんですけど、こういい意味でキャッチーっていうか、こう分かりやすいお話だったので、あの先行知識そんななくても、あ、大体こうなんやろなっていうのがいい意味で読めて楽しめました。めちゃくちゃ良かった。で、あのショーの方、カプリ長女の方はもうかっこよすぎた。皆さんが本当に、でさやかちゃんが超可愛かった。ほんまに目の前やったんですよ。そう、めっちゃ良かった。でね、これも買いました。ということで、あの幼なじみ親子と一緒に見に行ってたんですけど、二人と別れて今からこのラピートに乗って関空に向かいます。もう出発悲しい。さっきまでが天国だったのに今から地獄みたいな気分。悲しい。
はい、ということで東京のホテルに到着しました。今日はここに1日宿泊して、明日朝から PCR 行って、またちょっと戻ってきて、で夕方頃にね日本出国っていう形になります。はい、もう今日は今ねもう11時ぐらいなのですごい遅いんですけども、最後の日本の夜を満喫したいと思うんだけど、ちょっとその前にもう宝塚の感想を言わせてほしい。私はまだ熱が冷めてないんですよ。じゃとりあえず買ったもの紹介するわ。ちょっと誰が興味あるんって感じなんだけど、まずポスターを買いました。あのロシアの自分のお家で貼ろうと思って買いました。であとね DVD を買いました。こっちはマカデさんの空組さんのやつで、こっちはずっと見てみたかった花組さんのやつ。あの一緒に行った幼なじみが宝塚大好きで、めちゃくちゃ昔から見てて詳しいんだけど、その子におすすめしてもらいました。楽しみ。これ以外にもあの今回はスーツケースの方にあのマカデさん主演のやつ4枚買って入れてます。もうねネットフリックスとか見れないし、多分私なんか YouTube とかもちゃんと働くかわからないから、いっぱい DVD 持ってこうと思って、あの若手さん主演の DVD たくさん買いました。であとはねこれなんかポストカードみたいなの買いました。まあねこんな感じで今日はとっても素敵な時間を過ごしたんですよ。あのとにかくあの宝塚さんの何がすごいかって、今日は初日から2日目3日目とかだったんですけど、これから1ヶ月ぐらいずっと続くんですよあの公演が、まあ、みんな知ってると思うけど。だからなんか普通だったら、まあ、体力温存とかちょっと考えちゃうと思うんです。なんかこんな全力でやってたら最後まで持たんわみたいなとか。そうでもいつ見てもあのタカラジェンヌさんたちみんな全力なんですよ。もう本当今を生きてるって感じ、もう今を頑張ってるって感じ。それが本当すごいなと思って、なんだろうな、やっぱり私はそのバレエ団でずっと同じ演目を1ヶ月するとかっていうことはないんだけど、なんかあのやっぱり1ヶ月とか同じやつやってるとだれてくる瞬間もあると思うんですよ。もう飽きたなみたいな。でもいつ見てもいつどのタイミングで拝見させていただいても、もう本当にいい意味で変わらないっていうか全力で、もうそこが本当に尊敬してるところです。でね、あのマカデさんはオペラグラスでたまに見てたりしたんですけど、もうねいつ見ても表情管理が完璧なんですよ。ブサイクな瞬間一回もないね。私だったら写真とかで撮られて、え何この顔みたいな、え変な顔してるみたいな時とかあるんですけど、そういう瞬間が一回もないの。なんかさこう回る時に突然真顔になるとか、バランス取る時真顔になるとか、皆さんも多分経験あると思うんですけど、そういうのが一切ないんですよ。それがもうすごいなと思いました。はい、ということでね、まあこんな感じで今日は宝塚の余韻に浸りながらゆっくりしたいと思います。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらぜひグッドボタン、そしてまだの方はチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。